線に来てます。もう桜満開です。最初に下門の方に行ってみたいと思います。はい、ではお願いします。おお、いい感じ。皆さん着物のね、で記念撮影されてて、すごく綺麗ね。いい感じ。おお、すごいすごい。これは圧倒される白さだね。うん、なんか映っていく感じも綺麗ですね。はいはい。じゃあここで金沢城行きたいとこなんだけど、兼六園行ってみましょうか。はい、はい、行ってみましょう。はい、ですね。あー、いいですね。こういうとこでちょっとね、休んでお茶を一服っていう感じで。でもこのお茶屋さんは多分もうずいぶん前からあるんだよね。うん。じゃあここで一回引き返しましょうか。はい。さあぐるっと回って。さあ、ここからが桂坂口の入り口ですね。登っていきましょう。はい。本来だったら320円かかる。あ、今日までが無料ですね。無料開放。無料開放。お、ありがたい。行きましょう。ああ、入りました。桂坂。ちょっと皆さんに兼六園のことについて教えてください。はいはい、兼六園は6つのものを兼ね備えるということで兼六というんだよね。この6つっていうのは何だっけ？六章というふうに言われてます。六章。はい。兼ね備えることが難しい三章の。はい。例えば広大と流水。広大というのは広くて大きい場所。広くて大きい場所なんですけど、広くて大きい場所っていうところを構えたら流水静かに流れるっていうところが実現するのが難しい。はい。人を張る琴字に見立てて、あの2本の足の灯籠があるので琴字灯籠というふうに呼ばれています。ここからの景色がザ兼六園ですよね。そうですね。はい。じゃあまっすぐ進んでみましょう。はい、展望台。すごいですね。おお、これもすごいですね。はい、じゃあ次は値上がりの松の方行ってみましょうか。はい。これが値上がりの松ですね。おお、これもすごいね。樹齢はどのぐらいなんだっけ？だいたい200年弱ぐらいだそうですよ。へー、長い年月をかけて土を少しずつ取ってこんな立派な根っこを見せたんだよね。はい。へー、昔の人はすごいよね。美への追求のあの心というか、すごいね。は
はい。修学旅行生ですかね。みんなスマホ見てたね。あ、鴨太郎だ。あー、ほんとだ。こいつら、こんなとこからうち来てんだね。見つけた。ここが花見橋って言うんだっけね。はい、そうです。おお、ここからの景色も綺麗だよね。はい、ここは季節ごとに花の移り変わりを楽しめるっていう橋なんだっけね。いいですね。はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、今霞ヶ池の琴路灯籠と反対側のところに来ています。はい。あー、これ綺麗だよね。このピンク映えるね。すごい綺麗です ね。あの向こうの池の上の建物は何て言うんだっけ。あれは内橋邸です。あんなところでお茶飲んだりしたら気持ちいいだろうね。いいですね。じゃあ次噴水の方に行ってみましょうか。これが日本最古の噴水なんだよね。はい、そうなんです。江戸時代の終わり頃に作られたっていうふうに言われてます。1861年頃でしたね。へえ。で、電気を使ってないんだよね。はい、水源がさっき言った霞ヶ池なんですけれども、自然の高低差を利用して水を持ってきていて、高さ大体 3.5 メートルくらいになるみたいです。霞ヶ池の水面と大体同じぐらいまで水が上がるっていうことなんだね。はい、そうなんです。はい、桂坂口の近くまでまた帰ってきました。今年もまた綺麗だったね。綺麗でしたね。また夜のライトアップもあるんで、また来てみましょう。はい。